衝撃の選択。ヒラの仕様、ルイ・ヴィトンで手に入れたアイテムに込められた深い意味。魅惑のとパリで、人気俳優平野の仕様がルイ・ヴィトン・パリでのショッピングに興じる姿が SNS を駆け巡り、ファッショニスタたちの興奮が絶えません。フランスでしか種に入らない高級なアイテムや限定品が揃うルイ・ヴィトンの店舗で、彼がどのような選択をするのか、その期待感が高まっています。驚きと期待に満ちた瞬間。 平野の仕様が大胆に3つのバッグを抱えて、ルイ・ヴィトンの門をくぐり抜ける姿がキャッチされました。その時私は確信しました。これは単なる服の購入だけではない、彼のファッションに対する深い探求心が隠されているに違いありません。彼がルイ・ヴィトンの服を選ぶことは、その品位と男性的な魅力を一層引き立てることでしょう。その服はまさに彼の男性的な体型を引き立て、クールな雰囲気を醸し出しています。 一体どんなスタイルを選んだのでしょうかファンたちはワクワクしながら予想を巡らせています。スニーカーへの愛情も見逃せません。平野仕様は常にどこへでもスニーカーを履いており、その瞬間、靴のコレクションに釘付けになったことでしょう。彼がどんなスニーカーを手に入れるのか、それも一つの注目ポイントです。ファッションは足元から、と言いますからね。そして、予測の難しい選択肢として上がるのが香水。 前回のインタビューで明かされた趣味や香水の好みからさするに、彼が最低でも日本以上の香水を手に入れることは確実でしょう。香りは個性を際立たせ、その場の雰囲気を彩ります。ルイヴィトンで選ぶ香りが彼の魅力をさらに際立たせることでしょう。最後に、意外性と個性を追求するならば、口紅が登場します。現代の男性たちが口紅を取り入れることで、強さや美しさを表現する傾向があります。 ルイヴィトンの一流品の中から、ヒラノ仕がどのような色を手に入れ、どんな風にその魅力を引き立てるのか、これは見逃せない興味深い選択肢です。そして、現代の男性において、口紅はもはや一般的なアイテムとなりつつあります。美しさや自己表現の手段として広く受け入れられている中、ルイヴィトンでの選択はどのようなものになるのでしょうか。ヒラノ仕さんの選ぶ口紅が、 彼の新たなファッションステートメントとなるかもしれません。こうしたファッションの選択は単なる商品購入以上のものであり、その選択が彼の個性やスタイルにどれだけ深く関わっているかを感じさせます。ルイ・ヴィトンの世界で彼が描く新たなエページはきっと多くの人々にとってもインスピレーションとなることでしょう。一体、どのようなファッションの冒険が待っているのかワクワクが募りますね。 この魅力的な買い物の行方にフォーカスする中で、私たちは平野仕様のファッションセンスだけでなく、彼の個性や趣味にも深く触れることができます。彼が選んだアイテムがどのように彼のスタイルと調和し、イベントやコミュニティにどのような社会的影響を与えるのか、楽しみに待ちたいと思います。